赤チャンネル、青チャンネル、黄チャンネル、レッドチャンネル、イエローチャンネル、あ、ブルーチャンネル、イエローチャンネル、トゥデイ、ブルーチャンネル、ブルーチャンネル、ブルーチャンネル、ヘイ、本日ですね、いつも私がタクティスさんにロビングをあげられてばっかりなので、今日は私があげる側になってみたいと思います。ロビングね、お願いします。お願いします。よし、壁狙っていこう、壁を。ダメダメ。練習しないとできないからね。ロビングはね、ただただね、打ち上げればいいわけじゃないんだよ。ロビングは深さが大事って言ったけど、深さというよりも全身回転をかけることが大事なんですよ。へー、球がね、高い分ちょっとでも全身回転かければ多少浅いところについても結構伸びて深くなるんですよ。そう、今のあおちゃんのロビングはただ乗せて上に上げてるだけ、もう全身回転、タックルだからね、それをチュイってね、キュッてかけてあげる。バックでもチュイって全身回転をかけてあげる。そしたら深さを意識しなくても深い球になって打ちづらいコピーになります。へえ、そう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 、あー、なるほど、力入れすぎた。そうそう、そしたら今みたいにミスが出る。ナックルだったらさ、やっぱ深いところに入ってもそんなに伸びてこないから叩き込むんですよ。これぐらい、これぐらい、これぐらい、打ちにくいでしょ。打ちにくい、離れちゃう。うん、もう本当に気にしてよ、全身回転加えてあげるだけだから、力入れる必要もないし、力入れたら入れなくなっちゃうから、うん、もう軽く全身回転、うん、あくまで安定性重視。おお、いいね。ロビングが深いとサイドヒッターとか狙いにくいから、だから低音のロビングできる。自分のどこかにボールが飛んでくるから。なるほど。じゃあこれ見せて。もういいんですか。やって、まだいいのやって。
じゃあ、俺容赦なきゃラブゲームしに行くから。ありがとうございました。